ライアン・カイル・クーグラーは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家。1986年5月23日、カリフォルニア州オークランドに生まれる。幼少期はフットボールに打ち込んでおり、スポーツ特待生として、セントメリーズ大学へ入学。その際、フットボール選手は執筆コースへ進むため、クーグラーも脚本を執筆。それが、 当時の教授の目に留まり、映画脚本を書くように進められる。その後、フットボールコースは廃止され、クーグラーはカリフォルニア州立大学サクラメント校へ転校。その後、南カリフォルニア大学へ再入学し、在学中は4本の短編映画を撮り、2011年に卒業する。2013年、学生時代に発生した。 オスカーグランド三世射殺事件に衝撃を受け、そこから関係者に取材を重ね制作した初長編映画フルートベール駅でがサンダンス映画祭で上映され、クーグラーはヴァンガード賞を受賞した。本作は映画祭で大反響を受け、熾烈な配給権争いが各配給会社の間で起きた。結果、配給権を制したワインスタインカンパニーにより、 2013年7月に全米公開。これに先駆け、第66回カンヌ国際映画祭ある試験部門に出品され、第1回長編作品賞を受賞した。この作品は、全世界で1700万ドルの興行収入を得た。2015年、ロッキーシリーズのスピンオフである、クリードキャンプを継ぐ男を制作。本作は、 神経痛に苦しんでいた父親からインスピレーションを得た作品で、同時にその父親が大のロッキーファンであり、クーグラーの試合前にいつもロッキー作品を見せられていたことから、この作品の原案が完成した。本作は全世界で1億7000万ドルを売り上げ、批評家からも高く評価された。今作により、シルベスタスタローンはゴールデングローブ賞助演男優賞を初受賞し、 アカデミー賞にも39年ぶりにノミネートされた。2018年、マーベルコミック原作のブラックパンサーを監督。今作は、全世界歴代興行収入ランキングにおいて9位を獲得。批評家からも絶賛され、アカデミー賞に推す声も上がり、マーベルスタジオも異例のアカデミー賞ノミネートキャンペーンを展開。結果、マーベル映画としては、 初のアカデミー作品賞を含む7部門ノミネートを受け、衣装デザイン賞、美術賞、作曲賞の3部門を受賞。この映画の成功により、クングラーは世界で最も影響力のある人物100人の1人に選出された。ありがとうございます。